エルエデン国際空港は、コロンビア中西部近利保県の県とアルメニアの南西1 3トルに位置する空港。1940年代に、アビアンカ航空から空港開設地の調査に派遣されたアルバロ・ゴンザレイスが、アルフォンソ・トーベン、グティエレス所有の農園エ,エルエデンを候補地に選定。地域住民の出資によって1947年に建設が開始され、 翌1948年に開設された。1973年に拡張工事に着手し1975年に竣工1999年1月25日に起きたコロンビア近利を地震で被害を受けた後、滑走路の拡張や施設の改築が行われた。2007年から国際専用の旅客用施設や電波広報施設が整備され、 さらなる整備計画が進められている。2009年3月13日に国際空港となり、同年11月14日より、スピリット航空がアメリカ合衆国フロリダ州のフォートローダーデール、ハリウッド国際空港から定期便を就航させた。小松野は格安航空会社。ありがとうございます。